だんだん目が覚めてない気がして、私はだんだん酔いが回ってくるので皆さん、ビール飲んでますか？ビールはね、一番後ろと言ってますからね。今日私まだ5本しか飲んでませんから、しっかり飲んでくださいね。荷物になりますんでね、飲んで帰ってください。車輪ね、じゃあ次の曲は、馬車が挿入するやつです。今日ギターでね、ごくちゃんに聴いていただいてますが、ギターの提供、塩崎さんでございます。よくなりますか、皆さんもお帰りの、これね、1本ずつぐらいな、買って横で聴いてたらめちゃめちゃうるさいようなりますね、このギター。なかなかね、この問題のあるちょっと木目を使ってるんで、裏返ってない、ちょっとモザイクを入れないといろいろつもりがあるんですが、じゃあ噛まれたそうでございました。そのムカデ親身の毒にあるんで死んだ状態です。大変なことになります。
毎年11月になるとね、朝プラフェス愛媛県の今治市やってます。そこの主催者でもあります、岩崎さんとフェスで、ね、また秋になったら11月1週目の土日、そうですね、今年は、3日4日だそうです。またあの皆さんもね、退去して押し寄せて朝倉の皆さんを困らせてやりましょうそんなことはないもう年々ね、寝る場所がだんだん少なくなってくるのは、あの店もそうなんですけど、朝倉もね、そんな感じになってきてます。あとあの西条で何かイベントあるんですか。西条、ああそうそう、これ入ってます。チラシも作ってくれてましたけど、ここもあると思うんですけども、あのスーコンプソンさんの、ワークショップ と、レオナと JP が里帰りするときに、朝倉と、レオ、あ岡山の次の日ですね、朝倉は、朝倉言ってもね、ちょっと場所は僕も聞いてくださいね、難しいところです。あのパーティーみたいにしようかなと思ってますので、もしあの気が向いたら、多分食べ飲み放題みたいな感じでジャムやったりしようかなと思って、よろしくお願いします。じゃあ次の曲やりましょうかね。はい、じゃあ足川君、眠たいの。はい、眠たいですね。なんかね、夜の電車でないですね。早く帰ってお風呂も気が入ったからまあ大丈夫ですよ。はい、じゃあやりましょうか。
ェアウェルという曲でした。じゃあ最後の曲で最後の曲目を覚まして、ちょっとメンバー紹介やりましょうかね。メンバー紹介しましょうかね。おやびんです。みんなみんなです。前田君です。ベッタンです。太田さんです。太田の方はね、ローマ字の方で全仮名です。あ、ちなみにあの後ろのところにね、バイオリンカメじゃなくてカフェの、CD が置いてますので、よかったらお買い求めいただければと思います。すっごい汗かいてらっしゃいますね。いや汗曲が分からんときはい、じゃあ最後